北京、古級の急流壁流は、神話、伝説の生き物。西洋のドラゴンとの違いについては、当該項目参照。旧字体では、竜で、竜は、竜の略字であるが、古字でもある。竜は、今日でも広く用いられ、人名用漢字にも含まれている。中華人民共和国で制定された、艦体字では、の字体が用いられる。英語のドラゴンの訳語として、 竜が用いられるように巨大な爬虫類を思わせる伝説上の生物を広く指す場合もある。さらに恐竜をはじめとする爬虫類の種名や分類名に用いられるサウルスの訳語としても竜が用いられている。このように今日では広範な意味を持つに至っている。急竜図鑑、陳広氏がボストン美術館蔵詳細は中国の竜を参照中国の竜は神珠。 霊獣であり、四季における、流邦出生伝説をはじめとして、中国では皇帝のシンボルとして扱われた。水中か地中に住むとされることが多い。その鳴き声によって、雷雲や嵐を呼び、また竜巻となって天空に上り自在に飛翔すると言われ、また後編に朝鮮を蓄え、高架には移釈四方の激林があり、顎下に宝珠を持っていると言われる。秋になると、 口の中に潜み、春には天に昇るとも言う。中華人民共和国内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部に、紀元前4700年頃引く、紀元前2900年頃に存在した、鉱山文化の墳墓からは、翡翠などの石を掘って動物などの形にした装飾品が多く出土している。恐竜など、 大型動物の化石は竜の骨と信じられ、長く漢方の材料として使用された。竜を意味する竜は、十二死における十二種類の動物の一つである。また、竜を九死という九つの幸運だという。青木良介は、竜の起源は古代に長江や関水に残存していたワニの一種であり、寒冷化や人類による狩猟により絶滅した後、伝説化したものだと主張している。 これは、現在残っている竜の図像の歴史的変化からも伺えるとのことである。一方、東洋における竜山からは、ギリシャ神話におけるケイトスに影響を受けたという意見も、ある。ナーガも、参照仏教における、様々な竜王の女。竜の起源は、中国だが、インドの蛇神であり、水神でもあるナーガの類も、仏典が中国に伝わった際、竜や竜王などと訳され、 八部獣の一として組み込まれた。そうした関係から仏教伝来以後の中国の竜もまた蛇神、ナーガのイメージから多大に影響を受けたことは想像に難くない。例えば道教における竜王はほとんどインドのナーガラージャと同じ性質を持つ。ちなみに日本でヒンドゥー教など他の聖典や文学などを翻訳する場合でもそれらインドの神格を蛇ないし、 竜とするのが通例となっている。竜にも善悪があり、法行竜と非法行竜があるとされる。また竜には、一つに、熱風熱さ。仏教では、釈迦が生誕した際に二匹の竜が、清浄水を注ぎ、浄土時に七日間の降雨を身に覆って浄土した。また、ふつが毒竜を降伏させたり、猛竜を治癒させるなどの多くの説話がある。また、北家教台場だった品では、 八歳の竜女の成仏が説かれている。詳細は、日本の竜を参照、釈迦八宗期、今用写しへ二代目、歌川国貞、19世紀様々な文化と共に、中国から伝来し、もともと日本にあった蛇神信仰と融合した。中世以降の解釈では、日本神話に登場する山田大蛇も竜の一種とされることがある。古墳などに見られる詩人の清流が有名だが、 他にも水の神として各地で民間信仰の対象となった。崩ずる伝承は特に有名である。考え技術が未熟だった時代には、干つが続くと、竜神に食べ物や生贄を捧げたり、高想が祈りを捧げるといった雨漕いが行われている。有名なものでは、上泉園で空海が祈りを捧げて、全女竜王を呼び、雨を降らせたという逸話がある。詳細は、 竜王を参照詳細は、ドラゴンを参照ドラゴンは、ヨーロッパの文化で共有されている伝承や神話における伝説上の生物である。その姿はトカゲあるいはヘビに似ている。想像上の動物であるが、かつては実在の生き物とされていた。英語では、小さい竜や竜の子は、ドラゴネットという。ドラゴンメイドは、半竜半人の乙女の怪物で、メリュジーヌに似ている。 ありがとうございます。